皆さんオートゥーというわけでね、前回の動画が好評だったようで、たくさんのコメントと高評価ありがとうございます。今回の動画で MW3 ゾンビ2本目ですね。はい、今回も鼻声で頑張って収録していきたいと思います。でね、今回の動画はね、ジャガーノートを無限に使用する方法をね、紹介していきたいと思います。今回の動画はソロで撮ってるんですけど、まあなんでかっていうとね、この MW3 ゾンビは本来3人パーティーで、遊ぶゲームなんですけど、なかなかねフレンドがいないなとかね、周りに MW3 やってる人いないんだよなっていうね人はね、ノラの人と一緒に遊ぶことになるんですけど、ノラってね連携取りにくないですか？このゲームね、ノラの人と連携取れなかったら結局ソロプレイにねなっちゃうんですよ。まあなぜそうなっちゃうかっていうとね、このゲームはね目的がね野良の人たちそれぞれね違うっていうねことが原因だと思います。まあね、某バトルロイヤルゲーム、エイペックスなんかはね、アンチ収縮で、敵を見つけたら一緒に戦って、で、生き残るっていうね、目的はね、すべて一緒ですよね。けどね、このゲームはね、人それぞれやることが違って、一人はデイリーを終わらせたいからっていう人もいるし、ストーリーミッション終わらせたいからやってるっていう人もいるし、武器のレベル上げをしたいからやってるっていう人も、いると思うんですけど、そうなってくるとね、やっぱり目的がバラバラになってね、なかなか自分がやりたいことやれないんだよねっていう、話ですね。はい、今回のねジャガーノートはね、レッドゾーンの購入ステーションで1万円で売ってあるので、頑張ってね入手してください。でね、ソロでね入手したいんだけどできないなーっていう人がいたら教えてください。今回のねジャガーノートの、使用なんですけども、バグみたいなものなので、使用の際はね自己責任でお願いします。まあ、ちなみに自分はですね、これは使っていこうかなと思ってるんですけど、はい、今回みたいなねソロ動画が見たいよって人はね、コメントとか高評価で反応をもらえると助かります。今後もねソロでやってほしいっていう声が大きければ、ソロでの動画投稿もどんどんやっていきたいと思ってますので、ご協力よろしくお願いします。はい、でジャガーノートって何っていうね人もいると思うので、ちょっと説明したいと思うんですけど、ジャガーノートはねケアパッケみたいな感じで呼び出すんですけど、呼び出してそれを使用するとね、防御力もすごく上がるし、であとはミニガンを無限に放つことができます。もうこれはね最強ですね。体力も爆増するし、防御力も上がるし、ミニガンは無限に使える。ただね時間がね短いんですよ。ジャガーノートを使用している時間が短くて、ずっとは使えないんですよね。はい、なので今回の裏技で無限に使用して、レッドゾーンのねボスたちを、倒していきたいと思います。肝心のねそのやり方を今からご紹介したいと思うんですけども、まずね画面の右端をね見てもらうとね、ジャガーノートのマークが、書いてあって、自分はキーマウでやってるので、3番で使用するんですけど、コントローラーだと多分右矢印右十字キー右かなと思います。でね、それをまず押します。で押すとね缶ジュースを持つようなモーションが入るので、まあ武器をしまってそのモーションが入ったらまず成功です。でその後に、リュックを開きますね。リュックを開いてジャガーノートにカーソルを合わせます。でその際にですね、収納するか、ドロップするかっていう選択肢があると思うんですけど、ドロップをね押します。するとねジャガーノートを持ったまま、ジャガーノートをドロップするっていう、ね、仕様になっているので、持っているジャガーノートをまず投げて呼び出した後に、ジャガーノートを拾うっていうので、これでねジャガーノートを無限に呼び出すことがねできるんですよ。これはもうバグ技ですね、おそらく。まあ、修正が入る可能性も大いにあると思うので、修正が入る前にソロプレイヤーの方はね、これを使用してジャガーノートでね、ボスを倒しまくって、レイガンの設計図をね、
取得してみてはいかがでしょうか。はい、でね、今回ジャガーノートを持っているということでね、武器のレア度も武器のパックアパンチもですね、全くやらずに、レッドゾーンへ突入しております。なのでレッドゾーンではもうゾンビには歯が立たない状態ですね。完璧にジャガーノート頼りで潜入しております。なのでね、ジャガーノートの火力をね、この動画で見てもらえたらなと思っております。はい、バウンティー契約ですね。ここでボス、目の前にいるので早速ねジャガーノートを呼び出してるんですけど、ジャガーノートがね到着するまで結構時間があるので、その間生き延びるのが結構大変ですね。前回のように赤武器でパッカーパンチレベル2とかならまだ対応できるんですが、今回の動画はねもうそれをせずに来てるので逃げ回るしかないですね。さあ、ジャガーノートをね来て今レッドゾーンのゾンビたちを倒してるんですけど、どうでしょうかね。もうダメージも全然もらわないし、弾は無限に出せるしっていうので最強ですよね。これでちょっとボスを倒していきたいと思います。はい、というわけで、こんな感じでね1回のジャガーノートでねボス撃破できちゃうんですね。いやこれは強すぎだろっていうぐらい強いんですけど、まあその代わりね呼び出してる間のリスクはあるので気をつけながら本当に使用しないといけないですね。でバグでですね、ジャガーノートを使用したらねスキンが変わっちゃうっていうバグがあります。さあ、2個目のね、バウンティー契約も、やっていきたいと思います。はい、2個目のね、バウンティー契約、到着したんですけども、またね、さっきと同じボスだったので、ここは距離を置いて、ジャガーノートをね、2個ほど置いておきます。まあ、2個あれば、万が一失敗しても、もう1個で対処できるように2個出しておきます。はい、というわけで、さっきと同じ通り、ジャガーノートをね、出して、結構ね、今回距離があるので、ミニガンでもね、威力減衰が多分合ってるのかな。はい。なんか、ダメージの減りはね、先ほどよりは、減ってないイメージですね。ただね、もう射撃ボタン長押しでずっと入れるので、最強ですね。ボスのダメージのね、減り方を見ていきましょう。で1個目でねやりきれなかったので、2個目で使ってここは撃破していくと。はい、って感じでもうめちゃくちゃ余裕ですね。はい、でジャガーノートを使ってる時もアイテムの回収はできるので、はい、というわけで今回の動画はこれにて終わりたいと思います。参考になったなぁと思ったら、チャンネル登録と高評価、あとねライブ配信もやってるので遊び来てください。はい、じゃあ今回の動画はこれまでで、おいとぅー。